スターストリーク HVM は、イギリスが開発した近距離防空ミサイル。イギリス陸軍は1970年代より、短距離防空ミサイルシステムとして、レイピアミサイルシステムを配備してきた。しかし、これは、基本的に下認識のシステムであり、前線で、機動的に運用することは困難であった上に、便床性にも劣る面があった。一方、近距離防空用に、 配備されていたジャベリンでは、性能面で不足であった。ソ連地上軍において、QM14 マリュット化対戦車ミサイル搭載のマイナ二 -24 ハインド攻撃ヘリコプターの配備が進むにつれて、新世代の近距離防空ミサイルシステムの要望が強まった。1984年、参謀本部は、射程 6km 以上、終末速度 M4 の性能を有する高速ミサイルが、 理想的であるとの結論に達し、GSR3979 と題された要望を提示した。これに対し、ショーツミサイルシステムズ社及びブリティッシュエアロスペース社が応募し、最終的に、ショーツ社が S14 として開発していた案が、スターストリークとして採用された。また、これとともに S14 の技術を導入して、 ジャベリンを改良した MANPADS がスターバーストとして採用され、1989年から配備を開始した。その一方、スターストリークは超高速ミサイルという新しいコンセプトを採用していたことから開発はやや難航し、配備は1997年から行われた。スターストリーク HVM はイギリス軍が伝統的に採用してきた。 ザクロスを採用しているが、無線誘導ではなく、レーザービームを使用する。スターストリーク HVM の大きな特徴が、その弾頭にある。スターストリーク HVM は、通常の弾頭の代わりに、ダーツと呼ばれる手段を3発搭載しており、これらは、ミサイルの頭部に露出した状態で収納されている。スターストリーク HVM は、一段目の固体燃料、 ロケットモーターによって発射され、これを切り離した後、2段目のタイタスブースターによって M3.5 まで急速に加速。これが燃焼を終えるとともにダーツが放出される。ダーツは長さ3 9 6ト、mm、ル直径2 2トル重量9 0 0ムでタイタスブースターによって与えられた完成によって飛翔する。これらのダーツは タングステン合金製の玉体により、運動エネルギー弾として期待できるほか、4 5 0ムの高性能作薬による弾頭も持っており、フォース 40mm 機関砲弾に匹敵する威力を有していることから、体型走行火力としても期待し得るものである。発射器としては、3連装の下半式発射器と、アルビスストーマー走行車に搭載した自走式発射器。 蛍光式発射機が配備されている。この他、空対空型、艦対空型も開発され、アタスックは、アメリカ軍も検討したが、配備には至っていない。また、2007年半ばには、改良型のスターストリーク2が発表された。これは、射程、射高を延伸したほか、誘導装置も改良されており、2010年後半には、収益する予定である。ありがとうございます。